キラチャリにエントリーしてくれる皆さん、こんにちは。ジェニックの金谷マリアです。今日はこれからモデル部門の動画撮影について説明をしていきます。まずは基本的なルールです。動画は途中編集をしてはいけません。最初から最後までつなげて撮影をしてください。またスマホやカメラは横画面で固定をして撮影をしてください。その際に絶対にフィルターはかけないようにお願いします。モデル部門では自己紹介とウォーキング、ポージングをしてもらいます。では詳しい流れを説明していきますね。まずは上半身がしっかり入るくらいカメラに近づいて自己紹介をしましょう。エントリー部門、名前、年齢をしっかりと言ってください。モデル部門、金谷マリア、18歳です。そしたら後ろに下がって画面の左側からウォーキングをしてください。そして真ん中まで来たらポーズ。その時に全身が入る位置にしてください。そのまままっすぐ前にウォーキング。最初に自己紹介した位置くらいでポーズ。ここはしっかり3秒以上その位置にいてください。そのままターンして真ん中で最後のポーズ。そしたら画面の右側へウォーキングをします。そこまで行ったら録画を止めて OK です。わかりましたか？また注意点としてサングラスをかけたり帽子を深くかぶったりして顔を隠さないように注意してください。チャレンジすること、それが大事。みんなの応募待ってます。